今朝は私が取った剣、譲らんよ。今朝は負けた。この目、エカロ。今夜迎えるの遅かった。秘密基地分所の僕の居場所でおしっこもうんこもしてしもた。10時過ぎたけん我慢の限界だった。僕だって仕事したよ。今はげっそり。晩飯食ったらお腹ぷっくり。パックができんのよ。明日は動画の仕事予定って世話係が言うた。秘密基地分所でヘルメットかぶって走り回りたい。寒いけん動きにくいんよ。